院は大口式インプラント法と大口式矯正法の特別な方法で患者さんに貢献しております。骨をドリルで削らないインプラント、夜つけるだけで良い超スピードホーム矯正、双眼界。開発者、医学博士、大口博士先生。相談会随時開催中。詳しくはウェブで。腸閉塞のリスクを下げるためによく食べる。今日は腸閉塞と食事の関係についてお話しいたします。あなたの食事が原因ではない腸閉塞も多くあるんですよ。食事が原因ではない場合があるんですね、うん、これからお話しするヒントは一部の人々の腸閉塞を防ぐのにお役に立つと思います。そうですね。閉塞のリスクのある全ての人を助けることが証明されているわけではないんですが、はい、あなたのリスクを減らすのに役立つかもしれませんね。なるほど。質問や懸念がある場合は医師にご相談くださいね。そうですね。腸閉塞はですよ、腸の狭窄によって引き起こされる場合があるんです。はい、これは腸の腫れ、腫瘍、瘢痕組織ですね、はい、いったところね、またはヘルニアのある領域で起こりうるんですね。はい、また筋肉や腸の血流に問題がある場合も起こります、ありますね。ほとんどの腸閉塞は小腸で起こります。しかし腫瘍や瘢痕組織の周りの腸のねじれも結腸で発生する可能性があるんですよ。はい、特定の食品にはですよ、消化できない食物繊維が大量に含まれているものですね。例えばセルロース、ヘミセルロース、それはリグナンなんですね。はい、これらの食品を制限することで食品が腸閉塞を引き起こすリスクを減らすことができるんですよ。はい、役立つヒントをいくつかご紹介しますね、うん、一番大切なのはよく噛むことです。はい、リラックスした環境で食べ、ゆっくり食べましょう。そうですね。だいたい私が食事してると、はい、家内がだいたい半分ぐらいの時間で食事終わりますよね。なるほど。ということは私は倍の時間かけて食事してるんですよね。ゆっくりゆっくり。そうなんです。でそういうことはすごく大事ですね。はい、で1日を通してですよ、より少量の食物をより頻繁に食べることも一つのコツなんですよね。で毎日ですよ、それと、はい、2000から2500ミリリットルですよね。はい、この、まあ、2リットルから 2.5 リットルということですけども、はい、この8から10カップといって、まあ、表現もあるんですけども、この液体を飲んでください、はい、腸を刺激する可能性があるためカフェイン、例えばコーヒー、紅茶、コーラ、それをなるべく制限して摂取してください。そうですね。アルコールもそうですよね。はい、でミネラルサプリメントを含む完全なマルチビタミンを毎日摂取してですよ、はい、十分栄養素を確実に摂取しましょうね。栄養大事なんですね。栄養大事なんですよ。で食べ物をよく噛むことを、これが一番大切なんですけども忘れないからね。そしてゆっくりダイエット混ぜて、はい、そして飲み込む、嚥下することですね。はい、はい、Thank you, Dr. Oguchi. Thank you guys for watching our videos. Please don't forget like and subscribe. See you next time. Bye bye. オーラルジェルが新しくなりました。これがハーブオーラルジェルです。従来のオーラルジェル同様5種類の生薬が含まれています。マスティック樹脂、それからグレープフルーツシード、ヤシ油、それからクローブ、甘草の5種類です。はい、以前のジェルとの違いは何ですか？はい、マスティック樹脂が増量されたんです。はい、どのような効果があるんでしょうか？はい、殺菌効果と歯周病予防に効果があります。また口臭にも効果があります。からホワイトニングにも効果があるんですね。美容に嬉しいですね。はい、またピロリ菌を殺菌する効果があるんですよ。素晴らしいですね。はい、このジェルは食べても飲み込んでも大丈夫です。はい、安全ですね。はい、小さいお子さんからお年寄りの方まで安心して使うことができます。はい、こちらから購入することができます。
なお、こちらのジェルはアメリカでドクターズプロダクトと呼ばれているんです。はい。医師が開発した信頼できる商品です。つまりどういうことですか？はい。この中には一般の科学的な商品とは違い、防腐剤、研磨剤、合成着色料、香料などが使われていないんです。はい。つまり安全で安心して使えるということですね。そうです。日本に幅広く出回る商品とは違って、こちらのドクターズプロダクトのジェルは効果の実証されている薬用として販売されているんですね。はい。